がこうして動いてる状態ではこうかからないです。こういう状態で。これがしっかりとこう絞れて、ここね、相手が固定できてると、相手の体勢が崩れるんですね。こうしてると。こうしてると。で、これ引っ張るときも、こう、ここがバチンと。決まってると、なんですよ。これ、この、こういう状態で、こういう状態での技っていうのは、相手が崩れないんで、ぐっと絞ります。相手は。だから両手で、今さっきの感じだと、ぐっと。ちっちゃい人は絞ります。大きい人はここですね。大きい人は、ここで固定します。ここで固定します。大きい人は後ろで、後ろの。ちっちゃい人は、この前。ちっちゃい人はこの前。前で絞って固定します。当て肘、当てる肘です。で、ここで相手の動きを制します。で、そこから投げに。しっかりと固定します。ちょっと固定です。相手が掴んだときに、ぐっと。この右手と左手がバラバラに動くんじゃなくて、しっかりとこう絞って、この2つの状態、ここの状態で相手がコントロールできるんです。ぐっと持った時に、ぐっと。これちょっとやってみてください。はい、もう一回同じ。